はい、皆さんこんにちは、アドプロです。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今日はですね、黄金スペックについての悩みにお答えしていきたいなと思っております。で、今回いただいた質問見ていきたいと思うんですけれども、こんな感じですね。はじめまして、黄金スペックについての悩みについて相談させてください。私は学生時代、いわゆるガチ勢で結構ハードなラケットを使っておりましたが、それから20年近くが経ち、久々にテニスをした際、ハード系ラケットがめちゃめちゃしんどく感じ、ピアドラの楽さに感動してからというものを黄金スペックをいろいろと乗り換えております。ただ一点、黄金スペックはサーブもストロークもネットプレーも最高なのですが、ただただリターンだけがどうしても安定しません。早いサーブは弾きすぎ、遅いサーブだとふかしてしまいます。技術的なところがあるのは100も承知ですが、昔ハード系ラケットを使っていた時はリターンで悩むなんて考えたことがなかったので、ショックで1日6時間ぐらいしか寝られません。やっぱりハード系で育った打ち方の癖や感覚が抜けない限り、この問題は解決されないのでしょうか。もし用具の選び方、組み合わせ方、ガットのテンションなどで解決できそうなのであれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、ということでした。はい、ということで、今回はですね、ハードスペックから、黄金スペックへ、移行する、ここの部分の、悩みっていうところを深掘りしていきたいなと思います。で、そういった質問に答えるにあたって、そのアドブロっていう個人はね、どんなラケット遍歴があるのかっていうのをちょっと説明させていただいた方が伝わりやすいのかなと思ったので、先にそこだけお話をさせていただきたいなと思うんですけれども、言うて僕もですね、テニス始めたのがちょうど20年ぐらい前でですね、ハード系スペックの信者だった過去はありますという感じですね。はい。で、高校生の時から部活で本格的に始めたんですけど、その高校1年生の時からプロスタッフツアーの90を買ったりとかですね、アイプレステージのミッドとかミッドプラスで、その後もだいぶ経ってからですけど、 X ブレードの初代のミッド、初代かな、初代のミッドだったりとか、3代目の315g、これ95平方インチのモデルだったりとかですね。で、あとはその後も20代になってもプロスタッフの95だったりとかっていう感じで、ベースとしてはですね、やっぱり薄くてフェイスが比較的小さくて重いっていうのが、もちろん楽と思っては使ってなかったですけど、それを使いこなすのが、ベストだよねみたいな風に心情にしてた時期はありましたね、というところですね。ただ僕の良くないところというか、その当時からですね、わりかし黄金スペックはたびたび購入もしていました。はい、信者だった割にすぐ浮気するっていうタイプだったんですけどね。はい。で、僕もですね、黄金スペック定期的に、買っては試して、割とすぐ手放すっていうことも結構ね、数えきれないぐらい経験してきました。最初はやっぱりピュアドラの、2002年モデルかな、一番最初に来たようなやつだったりとか、初代のエクストリーム、リキッドメタル、インスティンクト、インスティンクト黄金スペック純然たる黄金スペックではないんですけど、はい、FX500 であったりとか、現行のピュアアイロンの2022、正直これはね、インプレの側面も強いんですが、そういったものを買っては売ってというのを繰り返してきている人生というような感じですね。で、最近はイーゾンの 98L でほぼほぼ固定されてきて、つまみ食いな感じでエクストリーム MP をね、使ってますという感じですね。で、詰まるところですね、じゃあ僕が黄金スペックにそのすでに克服したのかとか、使いこなしているのかっていうと、別にそうではないという感じですね。はい。イーゾンに関して言うと、まずその割とその薄ら系というか、ハード系だったりっていうところと、現代的なパワフルさを持っているラケットの中間というか、いいバランスのところのラケットなのかなとも思ってるんですね。はい。なので、以前の感覚に近いところで使いつつも、ある程度アシストしてもらえてるみたいな感じかなっていう気がしてます。で、黄金スペックであるエクストリーム MP に関して言うと、
そんなに使い込んでないっていうこともあるんですが、馴染んではないですね。はい。なのでまあ攻略できてるっていう感じではないなというところですね。で、まあ、前回の動画でも話したんですけど、今ちょっとブラックアウトですね、ソリンコのブラックアウトがちょっと気になってるみたいな、まあそんな感じで、まあメインがありつつしょっちゅう脇しているんですが、まあ正直黄金スペックを完全にこう飼いならしてるっていうタイプではないので、まあ一つのねヒントとして、まあ、聞いていただけたら嬉しいなという感じでございます。本題に入る前ですね、ここでちょっと宣伝をさせていただきたいなと思います。過去の動画にもね、出ていただいている、まあ、カトユミさんが、まあ、代表のね株式会社ティプトっていうところで、まあ、翻訳であったりとかビジネスをサポートするような会社なんですけれども、お仕事いただいて、はい、おります。で、まあ、少数精鋭のね翻訳チームがあって、すごくこう、僕もそのビジネスのスタイルにまあ共感するところもあり、まあ僕自体はね英語喋ったり翻訳したりするわけじゃないんですけれども、ホームページの運営であったりとかですね、更新とかっていうのを担当させていただいているという感じになっておりますので、まあよろしければですね、まあ僕の仕事っぷりを見るという意味でもですね、概要欄の、リンクの方を一度覗いてみていただいて、もしお知り合いにね、そういうなんか翻訳とか求めてる人がいたら、ぜひ紹介をしていただけると嬉しいですというところですね。まあ一応宣伝なんですけど、はい。で、まあそれとはまた別のところの話になるんですが、実はその TIPT の方でですね、あの実業団の登録を進めているというか、まあもうほとんど完了してるみたいなんですけれども、実は僕もですね、そのチームメンバーに入っておりまして、はい、あの。まあ、正直あのテニスやってはいますけど、まあねエンジョイ派ですし、まあインプレばっかりやってますんで、テニスの実力に関して言うとね、正直ハテナっていう感じなんですけどね、あのせっかくこう入れていただけるのであれば、パフォーマンスをね、しっかり発揮したいなと思っておりますので、今後はより一層その実践のための道具選びであったりとか、セッティングだったりとか、まあ一応アスレティックトレーナーでもありますので、そういったところの知識を生かして、まあテニスが強くなれるような練習とかもちょっと今まで以上に意識してやっていきたいなと思ってます。なのでまあ今後ね、そのアドブロにもそういったところがこうフィードバックされて、まあ、より一層楽しいチャンネルになるようにですね、まあ、動画を作ったりとか、まあ、練習をしたりとかっていう部分に関してもまあ精進していきたいなと思っております。はい、ということでちょっと本題から外れてしまったんですが、ちょっと宣伝をさせていただきました。はい、ではですね、ここから本題になります。で、まず道具をね使いこなすっていう部分に関して言うとですね、やっぱりまあどうしてもその道具に合わせるのかとか、道具を合わせるのか、まあ両方の考え方があると思います。これは人によってまあ心情みたいなところはあるとは思うんですけれども、もちろん理想はねラケットを調整して自分に合わせるっていう方がいいと思います。はい、うん、なんですけれども、まあなかなかそう簡単にはいかないっていうことも事実としてあるかなとは思うんですね。なのでまあ、ある程度ラケット調整して自分に合わせつつも、一方でまあラケットに合わせた使い方を覚えるとか、まあ、アジャストしていくっていうのも、まあ、少なからず必要にはなってくると思います。まあ、なので今回その、まあ、感覚とかを変えないと、ちょっと最初のところも戻りますね、まあ、感覚とかっていうのがまあ抜けないと解決しないのかっていうところなんですが、まあ半分そうとも言えますし、半分そうとは限らないとも言えるしっていうところで、まあすごい曖昧なところなんですけど、まあ工夫できるところからやっていけばいいんじゃないですかっていうのが僕の考え方ですね。で、正直さっきも言ったんですけど、僕自身もまあハードスペックで育ってきて、いるという自覚がありますし、そのせいでまあそのせいっていう言い方あれですけど、道具のせいにしすぎなんですけど、その道具選びがその自分の根幹をなす技術形成のところにすごく影響したなという気持ちはあるんですね。気持ちもあるし実感もあります。はい。でまあやっぱりそのハード系ラケットって反発力がないですし、パワーの源は基本的に重さであったりとか、自分自身が持っているフィジカルっていうところになってくるので、そういう人がラケット自体がこうボールを飛ばしてくれる、特にその弾きのいいラケット、まあ黄金スペックとかっていうところになってくると、慣れていくっていうのはすごく大変な部分だと思います。まあもちろんあのね質問にもある通り、一部のね
ところがすごく違和感があるみたいな感じになる場合もあると思いますし、まあなかなかねすんなりいけないことも多いと思いますし、あとはですね、やっぱりそういったラケットですね、そのハード系と言われるクラシカルなラケットと黄金スペックっていうところの隔たりっていうのはやっぱり大きくて、それぞれで育つ技術ですね、それぞれに最適化される技術って言ったらいいんですかね、まあ、使いこなすためのスキルって言ったらいいのかなっていうのはあんまり互換性がないんじゃないかなとも最近はねちょっと思ってますね。まあどっちかって言って黄金スペックで育った人が若干飛ばないラケットを使う方がまだ、順応しやすい気はするんですけど、逆にその飛ばないラケットでずっとやってきた人が飛ぶラケットに順応していくっていう方がまあやっぱり難しいのかなっていうのはね、周りを見ててもそういう風に感じますね。はい、あんまり逆の相談ってないですよね。はい、ということで、次にですね、まあ選び方とかセッティングのところでどうにかできないかなっていうのをちょっと考えていきたいと思います。まあラケットに関して言うとちょっとねまあちょっと今更感ありますけど、一応ねもしこれからまたというか次何か新しい黄金スペックを買うなら、どういった候補が挙げられるのかみたいな感じでね、お話をしていきたいなと思います。で、黄金スペックまあいろんな分類の仕方できると思います。パワー系とかスピン系とかっていうところあると思うんですが、まあ今回はですねちょっと、微妙に違う切り口ですね。まあ反発力の強いレスポンス型、比較的ボールを掴んでくれるしなやか型、そしてまあ、そこからちょっと、フレームの厚さの違うちょい薄い派生型っていう、まあ3つに分類してみると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。でまあ一番黄金スペックらしいのがこの反発力の強いレスポンス型、まあ、いわゆるパワー型黄金スペックって言えばいいのかなと思うんですけども、まあ、ピュアドラだったりとかイーゾンの100で、前作のビコア100もここに入れていいんじゃないかなと思いますね。であとビースト100、無印の100ですね、 FX とか、ウルトラ100とかで、パワー系と一方でまあスピン系っていうくくり方したりすると SX 別のジャンルになったりするんですけど、まあレスポンス系だと思うんですね、 SX もね、あとはまあ TFX1 とかノバとかもまあ怪しいんですけど、こっちに入れてもいいんじゃないかなっていうような感じですね。で一方で比較的フレームがしなやかで、掴むこうタイプっていうのはまあピュアアエロだったりとか、まあエクストリームもそうですね、 RH そんなに高くないですし、クロメットもでかいので割と掴んでくれるタイプだと思います。でビースト DB はダブルブリッジで、まあ、感覚的に、ね、掴んでくれるという感じですね。そして現行の V コアの100だったりとか、まあちょっとマニアックなんですけどマンティスの 300PS とかっていうのもここに入ってくるのかなと思います。で、おととしぐらいから、非常にこう活気が出てきているのがちょい薄い派生型ですね。スピードの MP とか CX400 ツアー、 V コアプロの100、ペアスト100とかですかね。あとはまあもうちょい薄いんですけどブレードの100とか、重さがちょっと、黄金スペックというにはずれちゃってるんですがツアー100だったりとか、KIQ プラス5だったり T ファイトの295とか、まあ、100平方インチ前後というか100平方インチでピックアップするとこういったところも入ってくるのかなというふうに思います。で反発力を含めたアシストの強さで考えると、当然レスポンス型、しなやか型、派生型の順にまあ大きいと思うんですね。で一方でそのハードスペックからの移行のしやすさっていうと、まあ、派生型ちょい薄いのが一番楽かなと思いますし、しなやかな方が順応しやすいし、レスポンス型はちょっと難しいしっていう感じになってくるのかなと思います。でまあ例えばピアドラ今使っていらっしゃってちょっとそのピーキーさが合わないなとかっていうのがあるのであれば、個人的には例えばじゃあアイロ100ちょっとしなやか方面の同じような、まあ同じブランドのアイロ100にしてみるっていうような感じで選び分けてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そんな感じ。まあこれは選び方なので、次、まあ、買うとしたらそんなのがありますねというところで、セッティングですね、ストリングのところとか考えていくとですね、
まあ、僕もですね、あのブログ書き始めて最初すごいその黄金スペックピアドラトライとかしたんですけどね、まあ全然違うなって思いましたけど、ハードスペックのラケットとはやっぱ考え方がもう逆なので、はい、ハードスペックだとストリングでこう足りないところ足し算していくっていうような感じ、特にパワーの面をストリングで補うっていう感じが強いんですけど、まあ、黄金スペックになるとそれはむしろ逆で、ストリングでそのちょっとこう過剰になってるところっていうのを抑えてあげるっていうような感じのセッティングの仕方になるのかなというふうに感じてます。詳しくはですね、概要欄の過去記事っていうのを参照していただけたらなと思うんですけれども、まあ、ピュアドライブの2018年モデルでいろんなセッティングを試した結果、まあ、いろんな人のアドバイスから、まあ、4G の 1.30 っていうのがまあ一番落ち着いて使えたなというところに至ったみたいな記事もねありますので、よろしかったらそちらもチェックしてみてください。で、まあその 4G とかと同じようなテイストですね、わりかしその飛びを落ち着かせて、つかみもあるような、太さ130のポリみたいなところで考えると、まあハイパー G だったりとかプリンスのツアーダブル X スピン、ヨネックスのポリツアーレブとかが挙げられるのかなと思います。まあやっぱり黄金スペックに合わせやすいんで、ハイパー G とかポリツァーレブとかもすごい売れてんのかなみたいに思うところもねあるんですけどね。はい、そんな感じですね。割とこういったの貼ると、制御はしやすくなると思います。はい、でじゃあ、課題であったリターンが良くなるためにはっていうところを最後ちょっと考えていきたいなと思うんですけれども、確かにまあ分かりますね、気持ちというかその感覚、うまくいかないっていうのはよく分かるなっていう感じで、僕もラケットパワフルなのに変えるとですね、リターンの感覚っていうのは結構変わりますね。ストロークとかまだね調整できるんですけど、はい、例えば、まあ、デュースサイドで僕片手バックなので、スピンでどうにか返したりで、前に捕まらないようにちょっと流し打ち的なアドクロスに返したい、バックハンドの逆クロスみたいな感じで打ちたいんだけど、ちょっとこう乗り切らずにサイドにこう切れていってしまうようなミスをしてしまったりとか、反対にアウトサイドを立っている時に、じゃあ相手のセカンド回り込みでフォアハンドを引っ叩こうとしました、ふかしてしまって、バックアウトしてしまいましたみたいなね、ミスは割とそのパワフルなラケットになって最初の方とかはよく出るかなっていう気もしますね。でやっぱりそのストロークとかと違う部分は、まあ、ね、ここでことさめに言うようなことでもないんですけど、まあ時間的な余裕がないですし、スイング自体がコンパクトになりますしっていうところで、ストロークと比べるとやっぱりそのまあ、ラケットのどういった因子が影響するのかっていうところは微妙に変わってくるんだと思うんですよね。はい、でストロークであればそのボールをコントロールするのにスイングの速さとか大きさとか軌道とかっていうところがすごく重要になってくると思うんですけれども、まあ、リターンももちろんそうなんですが、どっちかっていうとラケットのその反発力とか重さ、その安定性とか、まあまあ、リターンだけじゃなくてボレーとかですね、あんまり大きいスイングができない時、まあ、そういったラケットの性能がもろに出るというような感じなので、ちょっとその技術でごまかしにくくなる、まあ、ストロークに比べればですけどね、ごまかしにくくなってくる部分だと思います。で今回もそういったところがちょっと影響してるんじゃないかなと思いますね。で現実的な対応策、これで解決するとまでは断言できないんですけれども、まあ対応策としてはその以前のそのハードスペックを使ってた頃に近い感覚で使えるようなセッティングを模索するのも一つなのかなと思います。でまあ正直黄金スペックの旨味っていうのは多少消えちゃうんですけど、まあまあゼロにはならないので、はい、さっきも言った通りつかみの強い太めのポリにしてみるとかですね、まあ、重量をちょっと重くしてみるとか、まああとはまあそれでもうまくいかないってなった時にはそうですね、まあ例えばちょっとグリップを少し太くしてみて、あんまり手首を使わないように制限してみたりとかみたいな、いろんなアプローチ方法はあるかなとは思います。で特にまあ重量の部分に関して言うとフィジカルにもよりますが、基本的には重量が増えるとその無茶振り振り回すっていうのはしにくくなると思います。
で特にそのヘッド側が重くなるとですね、無理にこう振り上げるっていうスイングはしにくくなるので、若干負荷しにくいっていう感じにはなると思いますね。まあそれに関しては、あの昨日の雑談動画ですね、アッキーさんと、ピュアアイロ98のオンコートセッティングとかにトライした内容でも触れていますので、まあそちらも見ていただければなと思います。であとはちょっと重くすることによって生じるメリットとしてはですね、まあそこまで大きく振らなくてもボールに打ち負けないとか、力が伝えやすくなるとかっていうメリットはあるかなと思います。はい、そんな感じですね。ただまあ何をするにあたってもですね、まあ大事なのはですね、傾向をつかむことっていうところが、まあすごくね、大事なんじゃないかなと思います。っていうのも、まあこういうセッティングをすればこういう風に変わりますよっていう風に今話をしたんですけれども、まあ、カスタムであったりとかセッティングの変更でですね、これをやれば絶対に良くなりますよとか改善するよっていうのは、まあ、なかなかねそういう方法はないと思いますし、そう断言することってできないと思うんですよ。やっぱり人それぞれの感覚っていうのがありますし、まあ培ってきたスキルも違うし、バックグラウンドも違いますし、で特にそのまあ技術だけを見ればある程度ね言える部分もあるかもしれないんですけど、特にその道具が変わった時、道具の変化に対するアジャストの部分って結構ブラックボックスじゃないんですけど、なんか体系的にこうまとめられているものでもない気がするので、まあ、非常に個人差が大きい部分だと思うんですね。はい、なので例えばそのカスタムする時もですね、まあ、A さんはこっちの荷重しちゃうとぶっ壊れるんだけど、 B さんはめっちゃ調子良くなるとかっていうのは当然起こりうる部分だと思うんですね。まあアジャストだったりとかスキル、フィジカル、まあ全部ね同じ人はいないので、はい、あのここでお話しさせていただいているものが全員に当てはまるっていうわけではないと思うので、まあやっぱり大事なのは何かしらそのカスタムをした時に自分がどういう適応の仕方をしたのかっていう部分だったりとか、どういう変化が起きたのかっていう傾向をしっかり把握しておくのが大事なのかなと思いますし、まあそうですね、個人的にはそこが楽しくていろいろねカスタムやってるのかなとも思うんで、はい、そこら辺はちょっとこうね、何かしらこう、あこういう理由でこうなったんじゃないかなっていうのを考えていただくと、まあ次また何か迷った時に対応しやすくなるんじゃないかなと思います。なんか積極さい話になっちゃっても本当申し訳ないんですけど、そんな感じですね。はい、ということで今回の動画のまとめに行きたいと思います。で今回はですね、まあハードスペックで育った、まあ、僕と同じような方の、黄金スペックへの移行についてのお悩みに、まあ、お答えさせていただきましたという感じですね。まあ黄金スペックにしてアシストはいいんだけど、まあリターンがうまくいかないというところで、まあまず黄金スペックに関して言うとですね、選択肢は非常に増えていて、かなり細分化されてきていると思いますので、まあ例えばピアドラですごいパワーはいいんだけどピーキーすぎるなって思ったら現行アイロを使ってみるとかっていう感じで、ちょっと違うテイストの、うん、黄金スペックを試してみてもいいんじゃないかなとは思います。でストリングに関して言うとですね、まあやっぱりどうしても、制御しにくくなってしまうので、太めで掴む感覚の強いポリエステルとかっていうのが組み合わせると、まあアジャストしやすいというか、黄金スペックを飼いならしやすくなるんじゃないかなと思います。であとはまあリターンに関して言うと、まあ、ストリングを変えてみるっていうのはもちろんなんですが、まあ、少し重量を増やしてみて、程よいスイングでパワーを出せるようにしてみてはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で繰り返しになりますけど、まあ、やっぱり育ってきたその道具に最適化された技術っていう部分もあると思うので、まあどうしても1日2日で治るような部分でもないというのは確かにあると思いますので、まあちょっとね、まあ楽しみながらやっていただけたらいいんじゃないかなと思いますし、僕自身もちょっとそこら辺は今後ねやっていきたいなと思います。まあそういう意味でもちょっとねブラックアウト欲しいですね。ねえ、なんかこれ以上ね今年あんまりラケット買わないようにしようって先月ぐらいは思ってたんですけど、ちょっとまた欲しくなっちゃったんで考えたいと思います。はい、ということで、まあ、今回も非常に長くなってしまったんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。